シャコールバスケットは絶対買うべき。マウント炭、薪ストーブ、コージーが抜群のキャンプ飯ギアになるぞ。マウント炭さんの薪ストーブ、コージーをですね愛用して結構経つんですけど、なかなか試す機会がなかったのです、このチャコールバスケットで。今回このですね、チャコールバスケットの方をおうちキャンプのバーベキューでちょっと使ってみました。設置方法のポイント、バーベキュー、キャンプおやつなどご紹介したいと思います。まずこのチャコールバスケットの方ですね、マウント炭の薪ストーブ工事に、設置する際のポイントです。マウント炭さんの薪ストーブ工事のオプション品のですね、チャコールバスケット、こちらをねちょっと早速使ってみたいなと思います。はい、ポイントはですね、火をつける前に設置しないといけません。はい、じゃあちょっと取り付け準備をします。マウント炭工事ですね、付属品でこういうスパナが入ってるんですね。これ何のために使うのかっていうと、実はここの取り付けのですねボルトを外すためにあります。ちょっと外してみましょう。で少し緩めてしまえば、あとはこちらのナットを緩めることで外すことができます。外す箇所がですね、もう1箇所あるので、合計2箇所外してください。ボルトをですね2つ外してしまえば簡単に取り外せます。あとはこちらのチャコールバスケットを取り付けるだけです。はい、ではちょっとね火がついてきたので、炭を投入してみたいと思います。はい、炭投入のポイントです。火がゴーゴーとですねチャコールバスケットの真下まで燃え上がってくるまでしてから炭を入れましょう。はい、火がついた状態で入れていきます。はい、このまましてでもですね炭に火はつくんですけども、炭への着火を促したいときは蓋を開けます。はい、炭にねある程度ついたら炭につけたいので、蓋を開けてちょっと火がこっちにね通るようにしてあげます。ちょっとつき始めてますね。ただちょっと蓋開けますとですね煙がゴーゴーと出てしまいますので、やっぱり密閉空間が控えた方がいいですね。うちもシェルター内でですね割と換気が整った状態でやってます。はい、赤々と炭に火がつきました。マウント炭さんのですねこのチャコールバスケット結構お得でですね、この後動画で登場するんですけど、このですね上に置く網もセットになってるんですね。最初にですね実はこのチャコールバスケットを購入せずに、蓋を開けてですね
ダイソーさんの網を設置して焼こうとしてみたんですけど、やっぱり煙がすごかったですね。やっぱりですね、このチャコールバスケットで上に炭を置く場所があって、炭火という形にしないとですね、やっぱり難しかったです。失敗しました。なのでですね、うちはね、このマウントスミさんのチャコールバスケット買いました。今回はバーベキューでサザエと牡蠣を焼いてみました。最高ですね。それでいい。あれ、あ、どんどん、あ、開いて、開いていきよう。どんどん銭湯、あれ、そうなった、あ、危ない。トト、トト、どんどん開けようよ、トト。はい、実はですね、一応網の上でね、お肉も焼けます。ただちょっとね、今回はですね、ちょっとスキレットをちょっと使ってみたくて、スキレットの上でプルコギを焼いてみました。はい、あともう一つですね、我が家の定番、薪ストーブで焼きみかんも楽しめます。はい、こちらのマウントスミさんのチャコールバスケットですね、こちらのキャンプギアレビュー参考になりましたら、チャンネル登録お願いします。